エイヤーサッサー、エイヤーサッサー、エイヤーサッサー、はいどうぞ。佐藤真です。関森です。今日はリップスさんとのコラボ動画です。イエーイイエーイ。今日は何ですか？いきなりさ、韓国ハマってるじゃん。いや、コスプレで韓国勉強やりたいなみたいな。おーイエーイイエーイイエーイ。で、焼きのりのやっぱ好きに寄り添おうかな、ドキドキ。じゃあ、エチュードとか検索してみます？あ、いいね。キーワードで検索できるんですよ。ブランドで検索できるんですよ。はい、こちらです。わ、いっぱい出てくる。すさまじく塗りやすいマスカラです。ボリュームというよりは軽い力がある。夕方になっても全く下がらない。いいじゃん。だってこんなにまつげ上がってるもん。これ顔をクリップした。クリップって何？欲しい商品とか気になる商品があった時に後から見れる。便利じゃん。そうだよ、おり便利。他何買うの？あれは幼児くんとかよく使ってるインスフリーとか。あ、インスフリーいいね。まあ、結構気になってたね。インスフリー、インスフリーも、これやばいの。バッグここに書いてあるじゃん、ほら、2.3とか2.5とか3.3。保湿力とカラーとかそういうのが全部番号で、だから自分に合ったファンデーションを選べるの。え、めっちゃいいじゃん。そう、ほんとだ。グロー、艶肌仕上がり、保湿力高、カバー力。ほんとだ、すごい。持ちいい、保湿力あり、しっとり仕上がり、しっとり持ってくれる。超マッキーさん詳しく書いてくれてるじゃん。ね、いいね。そう、ちゃんとさ、化粧品とかのさ、好きな人がさ、うん、そう、リップスはそうなの。化粧品がめちゃめちゃ好きな人が集まってるって感じする。コスメ好き同士でつながれるね。こういう感じでね、横にスライドするとね、おすすめとかできて、まあ、タイムラインとか人気のやつとか見れたりとか、企業さんからプレゼントのやつに応募できるの。 あとね、この王冠マーク、コスメのカテゴリー別でランキングが見れる。フェイスとか、ほら、本当だ。リップとかバーって見れる。めっちゃよくない？急上昇とかもある。あ、そう、だから最近伸びてるやつとかがこれでわかる。ランキングとかってさ、結構お金払わないと見れなかったりする。確かに、これが見れる、見れる。全てのランキングってところの横の矢印を押したら、プチプラとデパコスで見れるの。プチプラで見てみる。ほら、スキンケア、プチプラだけ出てくるの。本当だ。ロアさん、うちら画面のことすっかり忘れてて、ずっとこれ見ちゃった。ごめんねって言わないと。ごめんなさい。いい商品がいっぱいあったので、これから買いに行っていきたいと思います。じゃあ行ってくる。うん。ちゃんと磨きできる。ただいま。買ってきました。ニースフリーでエチュードで。スキンケアから買ってきちゃったもんね。うん、ガチで。佐藤ノアはガチよ。ということで、ノアさん、やりながら紹介していきましょう。ニースフリーブライトポアスキン。化粧水なんだけど、乳液成分も入ってるから1本でいいんだって。なんかみかんのいい匂いしますんだよね。あ、これミカエキス入ってるんだ。うん、くすみのない肌に導いてくれるらしい。イニスフリーのミネラルメイクアップベース、顔の高い位置に置いていきます。世界がそこにある。テクスチャーはね、結構軽めな感じかな。でもめちゃめちゃ伸びがいい。うん、しっかりワントーン明るくなる。顔色がよく見える。ピンクっぽい感じだから。はい、行きました、下地。あ、でも本当なんか化粧感アップした気がする。次、イニスフリーのマイファンデーション 3.1 ですね。これさっき言ってたやつよ。3が保湿力ね、うん、保湿力バッチリで、1がカバー力、うん、でカバー力抑えめなんだけど、今回コンシーラーも買ってるから C13 のライトベージュにしました。保湿力高くて、うん、艶肌になるらしいね。あ、そうそう、私の大好きなタイプですね。え、いい匂いテクスチャーもしっかりしてる。やっぱ冬はね、乾燥してくるから。あ、これは保湿だわ。しっとりしてるもんだって。めちゃめちゃ、それは口コミだけある。このファンデーションなら好きかもな。普段ファンデーション使わないけど、え、見て、肌色明るくなったでしょ。確かに。コンシーラーがこちらです。イニスフリーのエッセンシャルコンシーラー1番ですね。いつもこのコンシーラーを塗る時の絵がすごい面白くて、なんか場所が面白い。ピンクピンクかな。伸び度めちゃめちゃいいよ。てかね、結構しっかりカバーしてくれるかも。ツヤツヤになったよ。え、めっちゃいいじゃん、これ。ライン使いしたい、普通に。眉毛は、エチュードハウス、ドローイングアイブロウペンシルのライトブラウンです。これ三角になってるんですね、ペン先が。こうやって輪郭を取っていきます。眉毛の輪郭よー。もう一回言って。はい、輪郭よー。二回目から大体面白くないからさ、もう一回言ってっていうの嫌なんだよ。太ったものだから面白いみたいなとこあるじゃん。確かに。それをさ、狙ってやっちゃうとさ、良くないよね。ゲームかな。次こちらです。エチュードハウスブローコンテューアキット。ナチュラルブラウン、こんな感じになってます。こっちから2番目パウダーですね。あ、めっちゃいいね。これ1個でもいいぐらいだね。
しっかりかけるパウダーだけど、チップがかけやすいかも。めちゃくちゃロングシャドウ描いてるとこってやっぱなんかいいと思うんですね。うん、それは分かった。ほら、いい感じね。はい、こんな感じです。眉毛で、最後にエチュードハウスのカラーマイブローマスカラ、ライトブラウンの色を使ってきます。眉マスカラですね。いつも言ってる通り眉尻から毛流れに逆らって元に戻す。こんな感じです。結構今回しっかりめに眉毛描きました。アイシャドウ、アイシャドウの選んでないんだよね。そう、エチュードで買い物してる間に焼きのりにイニスフリーで選んできてもらいました。リップスでさ、うん、面白いことが書いてあったからやりたくなってやっちゃったの。何見て、リップスほら、え、すごい、え、すごいすごいすごい。これ他の企画でね、私のマイパレットって言ってね、作るのもいいかなって思ったんだけど、うん、だから勝手に焼きのりが最初に作ったって感じ。あ、そうなの。そう、すごい、知らなかった。バイノリがノア様に合うだろうと思う色合いをいっぱい選んできました、ね。ありがとう、嬉しい。じゃあ目つぶるね。うん、じゃあ先に視聴者さんにバイノリこういう色を買いました。かわいいよ。はい、せーの。はい、え、かわいい。めっちゃいい、めっちゃいい。鼻かり、え、めっちゃいい、めっちゃいい、かわいい。みんなに自慢してもいい。あ、でも見たのか。うん、かわいい、かわいい。え、いい色、ありがとう。焼きのりこういうのに入ったんだよね。これそう、磁石だから、それを磁石のやつを取って、ね、そこにペタッて貼れるの。すごい、これめっちゃいいじゃん。自分の好きなやつだけ詰め込める。そう、あ、これ1個でも、うん、あ、まあ、シングルアイカラーとしても使えるみたいな。そう、うん、私自分のアイパレットを作ることもできる、うん、最高だね。いつも思ってたんだよね、好きなやつだけ詰め込みたいなって。そう、それだからちょうどいいの。一番薄い色をベースで塗っていきたいと思います、うん。これハイライトでも使えるね。すごいいい、嬉しい。で、オレンジ塗ろうかな。マーさんが好きなオレンジベースで選んでみました。オレンジ大好き。涙袋にこのピンクを塗っていきたいと思います。塗っちゃおうって。次回さ、うん、選んでみた企画、やりたい、ね、全体にこのラメを重ねていきたいと思います。全部使える、すごい。あ、綺麗。こんな感じ。マスカラこちら、エチュードハウスのラッシュバームのブラックですね。結構ね、目元がね明るい色だったんで、今回は黒で締めようかなっていう。これウォータープルーフなんで水に濡れても大丈夫。もう最近結構ね、まつげのメイク大事だなと思って。下まつげもすごい伸びる。これやっぱさ、さっきの最初に見た口コミもあれだったけど伸びるね。めちゃめちゃ伸びるし、めちゃめちゃ上がるし、めちゃめちゃボリューミー。アイラインします。エチュードハウススタイリングアイライナーのブラック。ペン先がね、なんか鉛筆みたいになってるんですよ。まあ、でも韓国っぽいメイクってブラウンよりなんか黒のイメージがあるかも。ね、はっきりねって感じだよね。うん、これさ、今リップスポーン打ち出してるさ、うん、評価 4だったんだけどさ、うん、単純に参考側とも296円でプチプラの紙付き。はい、こんな感じ。すげー、プチプラの女。チークでできました。チーク塗ってこう。チークはこれです。イニスフリーのマイチークの11番でくるくるして。やっぱマイパレットもいろいろなサイズがあって、うん、そのチークも取り外してね、つけれるの。あ、そうなんだ、すごいね。そう、すごいよね、チーク繋がってるの。そう、びっくりしちゃった。これを斜めに入れていきます。発色いい、めちゃめちゃいい。リップします。イニスフリーリアルフィットリップスティック、こんな感じの赤です。マットリップだね。すごい顔の印象変わるくない？いい感じじゃない？うん、いい感じ。ということで髪の毛整えます。せーの。はい、ノアさん、できた。どうでした今日のメイクは？え、あのね、新鮮だった。使わないコスメをさ、やるといろいろな発見があったね。そうだね、普段使わないコスメばっかりだったから。やってよかった、生まれてきてよかった。ノアさんのおすすめの商品どれ？ノアはね、やっぱこれかな。イニスフリーのマイファンデーションかな。肌のトーン上がったし、綺麗だね。めっちゃアップした。だって本当に肌ツヤがちゃんと残ってるのに、カバー力もしっかりあって、しかも保湿もめっちゃ。このファンデーションもこれた。ノアさんもさ、口コミしてみようよ。じゃあする。やっぱね、感謝の気持ちは感謝の気持ちでね。そう、100人100人返す。投稿してみますか。アップ。まずじゃあここね、商品をつけるから投稿した商品を選んでるの。で、ここで、あの、マイファンデーションだったら、マイファンデーションって入れたら、これ出てくる。これ。あ、すごい。
で、まあ、星5にするじゃん、うん、星5だと思ったからで購入品で選びます。これさ自分でも画像追加って撮れると思う、うん、撮れる撮れる。だから写真のアクセスを OK にしてここからカメラを起動してほらおお明るくしようかな。これだよこれで。え、これ、これ、ここでも加工できるんだね。できるできる。で、口コミ書く。なんで書く？え、まず 3.1 を購入しました。うん、保湿力がすごい良かった。確かに、3番だからね、保湿力も高かった、ね、3番なので、保湿力がとても高く肌の色がワントーンが良くなりました。少量でも結構、少量でもすごく伸びが良くできるんですね。はい、痛みは？え、これで投稿も終わり？で、そう、できるの簡単じゃない？投稿して、うん、いくよ、せーの、ポチッ。できた！すげえ嬉しい、なんかノアさんのアカウント、シガレスノアス、ノアが2人いるみたいな、うん、ちょっとシガレスノアス投稿完了しました。イエーイ。で、メイクもちゃんと出来上がりまして、今回リップスさんとのコラボ動画だったんですけど、なんと今リップスをダウンロード&口コミをね投稿してくれた方にディアダリアのリップの810番、うん、すごい可愛い色なんですけど、それが、抽選で3名様に当たります。口コミ書くのも無料なんで、ぜひ応募してみてください。当選者にはさどうやったらわかんのこれ？とね、通知が行くみたい。だから通知を必ずオンにして待っていてください。今日はリップスさんとコラボでプチプラでできる冬のおすすめモテメイクでした。安かったね、本当に。安いのに質がいい、素晴らしい、本当に嬉しかった。ということで、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。そしてリップスのねアプリをダウンロードしてプレゼントキャンペーンもぜひ応募してみてください。ということで、本日はここまでです。バイバイ。